はい、皆さんこんにちは、じゅんです。今回は、シングルバックハンドの入門編という形で皆様にお送りします。片手バックハンドがちょっと苦手な方とかですね、少しでも綺麗なフォームで安定したボールが打ちたいっていう方が、多いと思います。そういう方のために今回、片手バックハンドの動画をお送りしたいと思います。ぜひともご参考になればと思っておりますので、最後まで、ご視聴ください。片手バックハンドを打つ際に気をつけてください。イースタンバックハンドね、上からしっかりと握った状態でグリップを握ります。はい、ちょっとこれから打ってお見せします。まずね、意識したいことは体の速いターンが必要になります。体を速くターンすることによって一定のリズムでスイングが出るようになります。大きく1回で引く、1回で終わるということ。テイクバックが中途半端だとこんな感じで手首が複雑に動きやすいので、どうしても2度引きになるとこのように不安定になってしまいます。こんな感じね、これはあんま良くないですね。1回で引いてあげる、1回で終わるということ。1回で引いて1回でおしまい。慣れてくると、前回ブロックリターンでお教えしたように左手を残して右手の力が入りやすいようにしてあげるということ。左手を後ろに残す、早く引く、左手を後ろに残す、早く引く、左手を後ろに残す。さあ、慣れてきたら少し低重心で体重移動をする。ターンをして低重心で体重移動、早く引く、低重心、フォローする、早く引く、低重心、フォローする、早く引く、低重心、体重移動。いや、暑い、汗かいた。ちょっと梅雨なんですけれども、非常に珍しいね、晴れ間なんで、もう貴重な日だと思って今日撮ってみました。はい、まあ、片手バックハンドで重要なのは、さっきお伝えしたように、一つ目は肩が早めに入ることですね。
このターンがやっぱり不十分な方が多いので、どうしても合わせたくなってしまうので、そこはちょっと勇気を持って大きくひねること。でこの際にあんまり右手で握らないように、左手で握ってしっかりと引いてあげること。もうだいたい打つ瞬間だけ握ればラケットヘッドっていうのは走っていくので、その力加減もちょっと慣れてみましょう。はい、で慣れてきたら、まあ少しずつね、左手もこう残していくこと。左手を後ろに引っ張ることによってここの力が入りやすくなってきます。あとは体のこう開きすぎも抑えますので、できる限り左手を残すということを意識してやってください。まあ後々でいいので、低重心っていうのはまあちょっとその時間を置いてやってみたらいいと思いますので、はい、まあこのできたら3点を意識しながら毎回バックハンド、片手バックハンド練習してみてください。シングルバックハンドの方、これから非常に美しい安定した片手バックが打てるように願っております。今回の動画が参考になったなと思う方はチャンネル登録、高評価ぜひともよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you! You're my special